じゃあ第4章やっていきましょうか。残すところこれを入れて後2回だな。そして安定の最初は分かれ道、右から調べようか。扉しかない部屋ですね。はあ、また鍵集めかよ。どうやら今回の脱出先はここのようですね。じゃあさっさと赤い鍵と青い鍵を見つけ出して脱出しちゃおうか。ここには何が？どうやら緑の鍵も集めないといけないみたいですね。待て、なんかあるな。新聞のようですね。なんか下の方に切れてるな。見方が悪かったのかな。もう一回調べてみましょうか。うん、変わりないね。なんか核心に近いところで途切れてしまってますね。自ら火をつけ死んじゃったのかな。多分そんな感じじゃないでしょうかね。それがここであったというわけか。この事件が何か関係してるんでしょうね。そしてこっちは案の定緑の鍵が必要と。これでっかいテレビだな。つくのかな。さすがにつかないと思いますよ。ま、だよね。それじゃあどんどん進んでいこうね。ここは開くんでしょうかね。普通に開いたね。そして日記。ふうむ、赤い鍵をここの住人が持ってるらしいですね。いや、問題は5つを割れなくちゃならないってところだろ。私を追ってくる奴がいるということだ。まあ多分いつものやつですよ。くそ、あいつもしつこいな。とかなんとか言ってたら強制ログインしてきたよ。おいおいおい、全く笑えない。まあまあ、どうせ割れること確定してたんだし覚悟決めましょう。ふふふ、当たり前だ、あんな愚鈍なノロマ速攻で避けてやるわ。その息ですお姉様。よし、じゃあもうあいつが来たらヤバいんでやることやってとっとと逃げよう。それが一番賢明ですね。ここの部屋は、何これハーブ？脱法ハーブですかね。何言ってるのフラン。っていうか随分赤い部屋だな。たまたま。ちょ、なんだあいつ何急にアグレッシブになってるの。あいつ前回全く動かなかっただろ。だから今回は逆に動いたんじゃないんですかね。いやいや、変なところ頑張るなよ。もう追ってこないよな。多分大丈夫だと思いますけど。ち、ビビらせやがって。よしあいつを田中くんブエミと名付けよう。いや、名付けなくていいですよ。そしてここが奴が降臨してた場所か。この穴の中一体どうなってるんでしょうね。考えたくもないな。おっと、床に大量の木が。これあいつ完全にまたやったな。でもこの屋敷に生きてる人間なんて私たち以外いないと思うんですけど、一体誰の木なんでしょうかね。やめろよフラン、そうやって怖いこと言うの。大量の紙が散らばってますね。この部屋は何もなさそうだ。お、緑の紙があったね。早速一つ目の紙ゲット。うるせえわね、くんじゃねえ。多分これで息がバレましたね。ち、最悪だ、奴は一体どこから来やがる。一旦ここで待機だな。奴が来てもここで回って回避できるように。確実にこっちに近づいてきてますね。問題は、あいつに一度見つかると永久的に追ってくることだ。そして私はこのマップ初めてだ。だから一本道で詰まったらゲームオーバーだ。さてどうしますかね。あとは運だ。進んだ道が行き止まりなんていうことにならないように祈るだけだ。うん、奴はこっちの扉から来る。反対側から逃げようね。こっからは完全運任せのデスレースですね。まあそうなるな。とりあえず床道があるところまで戻ったな。じゃあ次はこっちに行こうか。この木の足跡は何なんでしょうかね。どうせあいつだろ。また騒ぐ人がいますね。邪魔だな。ちょ、お前、マジ邪魔って。あ、これかなり近くですね。っていうかもう見えちゃってるしね。さあ逃げようか。まあ基本こっちは走ってればあいつに追いつかれることはないですからね。この先が行き止まりではないことを祈る。ここは開きませんね。扉が二つも。ダメだ。どうやら即死系ではないみたいですね。ただのびっくりキャラかよ。あんなの走ってきたらビビるわ。やばいな、ここ迷路みたいになってるぞ。これで正面で食わしたら確実に死にますね。とりあえずどこが正解のルートか全くわからないけど、適当に進んでいこう。いいんですか、そんな適当で。大丈夫、なんとかなる。ほら、青の鍵があったよ。とりあえずこれで鍵二つ目だ。残るは赤い鍵だけですね。ここで正面ばったりなんて最悪ですね。いや、大丈夫、今右にチラッと見えたから。しかも赤の鍵の場所は大体見当がついている。え、どこですか。多分緑の鍵を使った先にあると思う。確かにその可能性が高いですね。早速使っていこう。すんなり開きましたね。む、あいつか赤い鍵持ってるっていうやつは。結構足早いですね。おい待てよ、待てよザコ。インギリギリを攻める。まあ徐々に距離は縮まっていってますね。泥人形の君ちょっと待ちなさい。これ泥人形なんですか。赤い鍵ゲット。あとはもう逃げ切るだけですね。あとはしっかり奴の行動を見てかわすだけだ。なんか今回順調すぎてつまんないですね。順調でいいんだよ。本当に何もなかったですね。まあ私が天才プレイヤーだからな。今回はこれで終わり。次回最終回。